ゆかりはどこ？ゆりこー。ゆかりいや、何やってるんですか。ゆかり様、ゆりこ様。まったく、今日はゆりの日であるまいし。誰だお前は！頭に来ました。というかれん、動画出るの久しぶりじゃない？確かに、緊張してるんじゃない？いや、そこまで。むしろ今日はあれやる予定だから。タイムクスか？もう十分にやったでしょ。えい！じゃあ早速始めよっか。私が読んでいきますので、レンさんは答えてください。他にカップルを作る予定はありますか？レイセンと読むカップルは作ってほしいな。え？最初の質問これ？これは、作る予定はありますか？作ってもいいけど、レイセンと読むはどう？おお、じゃあ読む、今日から私たちカップルね。恥ずかしいからやめとく。とソルトさんはとても仲がいいですか？もちろん、とても仲いいですよ。同じ地元ですし、一緒に県外のイベント行ったりします。一緒に野球見に行ったりするもんね。ホークス、今年はリーグ優勝、日本一を。動画投稿をしていて一番良かったと感じたのは何ですか？声よく低くてすいません。いえいえ、お気になさらず。動画投稿してコメントで励まされることですね。お疲れ様です。待ってました。動画投稿お疲れ様です。など。僕にとっては励みになってます。ありがとうございます。視聴者の皆様、これからも、レンさん応援よろしくお願いします。さなえに質問、ヤクヤさん以外好きな男性は？えへへ、それはもちろん、自慢の彼氏レンさんですよ。私の紳士ですから。いや、さなえ。俺以外の男性も好きな男性だけど、答えになってないが。まあ、いますけど、やっぱり私はレンさんのこと愛してます。レンさんも私のこと愛してますよね。え？OK。質問です。今後、オリキャラを追加する予定は、ありますか？オリキャラですか。ゆっくり茶番劇ならオリキャラは出しますが。まあ、鉄キャラとして。時期組6人、霊夢、マリサ、サクヤ、ヨウム、霊戦、サナエの中で誰が好きですか？そうですね。霊夢も好きですが、やっぱりサナエですかね。え？マジで？あの連さん、まさかじゃないと思いますが。そんなわけねえだ！サナエ？私は連を狙ってないし。それに連はサナエのこと一番思ってるからさ。ね？次の質問いきますよ。これまでの一番のお気に入り茶番劇は何ですか？お気に入りの茶番劇は東方律奇英ですね。まだ完結はしてませんが、今後はどのような展開になっていくかが楽しみです。あれ？東方元春草じゃなく？私らはデビュー作の東方元春草かと思ってたんだけど。やっぱりマリサたちも正直迷ってたんだよね。どちらもいいから。けど東方元春草は2番目かな。じゃあ次の質問いきますね。ゆうまさんとは仲がいいんですか？ゆうちゃんとは連絡取っていませんが、ツイッターは見てます。仲はいいですよ。確かゆうまさんって、ゼミはお姉ちゃん推しだったよね。でも嬉しいわ、私の存在だなんてね。あと過去に茶番劇やコラボ動画もしたもんね。そうやったね。今コラボした動画のサムネだけど、ゆうちゃんとハピさんとは今でもいい思い出だよ。じゃあ次いきます。ゆうまさんとハピネスさんに一言ずつお願いします。ゆうちゃん、体調に気をつけながら仕事頑張ってください。ハピさんネタが思いついた時でもいいので、次の投稿待ってます。今後のコラボの予定とかありますか？そうですね。今年の夏ぐらいには考えてます。ねえ、コミュニティとかでコラボの条件出したみたいだけど、行った方がいいんじゃない？コミュニティで見てない人もいるから。そうやね。ここでも言っておこう。コラボの条件は、これです。この二つの条件が満たしてる人は OK です。満たしてない人は誠に申し訳ありません。ヤクヤさんはサナエさんに甘えたことはありますか？甘えたことはないですね。けどサナエはあるわよねー。サナエはいつも甘えてるもんねー。そんなわけねえだ！毎日のように俺に甘えてくるしな。ならず。コラボしてみたいゆっくり YouTuber は、いますか？いますね。
名前までは出さないですが、その時はお楽しみにしててください。今後仲良くなりたい人や気になる茶番劇者がいたら教えてください。そうですね、仲良くなりたい人もいますが、気になる茶番劇者はいますよ。7チャンネルさん、 RYK さん、ゆっくりスカイレオさん、ゆっくりハピネスさん、ゆっくりフームスさん、ゆっくりユーマさん、ゆっくり茶番探偵田中さん、ゆっくりなつきさん、ソルトゆっくりさん、ユーアシューさん、影谷ゆっくりさん、ガムチャンネルさん、月かなでゆきさん、あずまやつららさん、月とさん、ゆっくりれいかさん、キラさん、あがとゆっくりさん、ブラックアイスさん、ゼミラケチャンネルさん、ゆきゆめさん、などです。紹介したチャンネルおすすめなので、ご視聴よろしくお願いします。質問、動画投稿は、何歳まで続けるつもりですか？え？すごい質問来たな。そうですね。どうお答えします？まあ、何歳まで続けるかはわかりませんが、ネタが続く限り、動画投稿を続けると思います。月並みですけど、名前の由来を教えてください。名前の由来はですね、東方元春草5話で、俺が幼少期の時、道をさまよってる時にゆかりさんに、出会った時ですかね。その時は確か、外が、白夜、で、その時は別の名前でしたが、ゆかりさんから白夜の名前になりました。そうだったわね、レンが説明してくれたけど。詳しくは、ゆっくり茶番劇、東方元春草5話、過去、そして新入、を見てくださいな。白夜さんの得意なスポーツは、何ですか？それとやってみたいスポーツは、ありますか？得意なスポーツは卓球ですね。やってみたいスポーツは、バドミントンですね。え？バドミントンですか？意外ですね。高校時代の時に、体育でバドミントンやったんだけど、楽しくてさ。質問です。サナエさんと、今後の進展は、ありますか？これは視聴者は見たいですか？もしサナエとの今後の進展見たい人は、コメントどうぞ。ということは最初はイチャイチャして最後のオチはもちろん。質問は安定ですけど、質問、好きな食べ物と嫌いな食べ物は？好きな食べ物はカレーライスですね。嫌いな食べ物は海鮮系ですね。アワビやウニとかが苦手です。レンさん、次が最後の質問です。質問です。白夜さんは危険獣霊夢と交流道さなえ、どっちが強いと思いますか？これどうだろう。どっちが強い？これは、どっちが強いんですかね。交流道のさなえ、ですかね。けど危険獣霊夢も強いから両者傷だらけになってそう。質問は以上です。レンさん、了解さなえ。質問してくれた皆様、ありがとうございました。今月の3日で、動画投稿開始してから5年が、経ちました。これからも動画投稿していきますので、応援よろしくお願いします。視聴したらできれば、コメントに気持ちをコメント。僕おかしなこと言ってます？